サイゲームス、ウマ娘、プリティダーリー、どうも、ロッチン TV です。ウマ娘動画っていきたいと思います。枕の下に飴玉を3つ置くことをおすすめします。ちょりっとだけ運気が上がる気がするので。はい、ということで福ちゃんありがとうございます。今回の動画はパカライブ TV ゲーム情報全まとめやっていきたいと思います。よければですね、開幕高評価ボタンもポチッと右下にあると思うので、グッドボタンよろしくお願いします。ということで早速ゲーム情報全まとめいきましょう。今回ですね、パカライブ TV ではですね、ストラックアウトとかやっててちょっと面白かったんで、ここだけ紹介させてください。アニメでもね、やっぱりフォークボール投げるとかねあったんで、そこら辺からの内容がありました。でまずはですね、こちらからミニゲームでのルーレットダービーの結果なんですけども、ジュエル150個こちらが配られます。今回ですね、マニーがめっちゃ止まってて、マニーが多すぎっていう感じで、まあ、ここら辺はちょっとまあ置いといて、まあ、まずはですね150ジュエル、そして放送記念で合計300配布されます。はい、であとはですね、秋の G1 キャンペーンも追加されています。マニーもねもらえてくるという感じでずらっとあるんですけども、一ついいところがですね、こちら育成でピースもらえるっていうところでですね、まあ、結構キョンデジとかね、新しめのものも入っているかなとかね、そういう感じになっております。ピースはですね、かなりまあそのね、凸にも使えたり嬉しいところです。はい、であとはですね、こちら次回レジェンドレース情報もですね出ております。今回こちら、クリスマスオグリキャップがいるというところ、ちょっと注目点ではあります。今回一応冬ウマ娘もあるクリオグリっていうところも出すのもまあありですが、有馬記念のね解説については他の動画でも言っているので、そちらもですね合わせて見てみてください。はい、であとはね、ゲーム情報としてはクリスマスキャンペーンが開催されます。ホームもね BGM もクリスマス仕様になる。そしてジュエル150個ですね、こちらもらえるので、これもクリスマスプレゼントとして、使っていきましょう。他にはこんな感じの一覧のがあってですね、一応ここに多分見えてないと思うんですが、 TP 半額キャンペーンっていうのがまあ見えないですけども、まあデイリーレースとかね、いろいろもらえるという感じです。はい、で次行きましょう。トゥインクルコレクションプリティダービーガチャ、これは毎月ですね1日に更新されるようにこのゲームはなってきているんですけども、こちらのウマ娘ちゃんがですね追加されるという感じです。なんでここら辺でですね、まあそうですね、ポリクリとかいろいろ長距離に向けてのですね、まあ、娘がいるので、そこはチャンピオンズミーティングに出すのにまあ引いてもいいかもなという感じです。はい、でそれに追加されましてですね、この中の4人のウマ娘に進化スキルが追加されます。でこれ結構意外と地味に熱いという感じでですね、まあこれまた改めて詳しく解説したいんですが、ピックアップして言うとですね、ゴルシの高揚感がこれ長距離になってですね、長距離レースでも使えるようになったり、あとはオペラ王もすごく回復、例えば有馬記念とかだと、そんなにいらないっていう感じなんですけども、そこがですね速度部分もつけれるっていう風にね、改善されていたりします。他にもちょっと気になるところはいろいろあるんですが、軽くいくとですね、タマクロスもなんか回復力をつけれるので、ちょっとした回復に使っていったりっていう手はある。あとはですね、スバゼリアイ、これ加速スキルですから、これもですね分岐することによって、その後最終直線での速度っていうところがつくのでですね、でこの持久力回復よりもいい効果ついているスバゼリになっているので、ハロウィンドとチャもちょっと強化という感じではあります。ここは改めてまた、ね、解説したいと思うんですが、こういう風に改善されていくのはいいと思います。はい、で次ですね、次回チャンピオンズミーティング情報です。こちらも発表されているものでして、12月14日から、開催されていきます。ここから予選が始まってというところです。有馬記念についてはですね、いろいろ動画上げていて、まあ、一番新しいのはこれで客室どうするかなんですけども、今回ですね、まあ、その逃げの問題とかいろいろあって、大逃げ逃げとかのね話があるので、見てない方はこちらも参考にしてもいいかもしれません。はい、であとはですね、リーグオブヒーローズの情報もですね、ここでも改めて出ております。個人的にはパカライブ TV にリーグオブヒーローズの情報を入れたらですね、そこでみんな見る人も増えたりとかね、そこからもあるかなというふうに思うんですが、ここはもうねすでに発表されていて、次回は川崎ダート2100です。はい、ここら辺もですね動画上げているので、ここはですね、まあさらに次の月なので、お時間あればですね、参考にしたいなと思った時に見てください。はい、で次がですね、次のイベントなんですけども、レーシングカーニバルがあります。まあ、軽く見ていくと、ゼファー、ファインモーション、カツラゲイサー、アドマイヤベガ、そしてダイワスカーレットが出てくるレジェンドレースということで、ここら辺はですね、まあ、報酬が美味しいという感じでね、やっていきたいところです。
はい、ということでですね、こっからですね次のクリスマスガチャの情報が出ているので、こちらも見ていきます。はい、でまずはですねクリスマスガチャ1人目なんですけども、トナカイさん、メジロパーマ、トナカイパーマが来ております。ここの帽子がトナカイさんになっていてですね、次回のイベントで、トナカイ役とかあるのかな、そういうのやっていくという感じです。はい、で性能を見ていくとこんな感じです。パカライブ TV が今回あるので性能も見ることができます。まずは固有なんですけども、固有ですね、レース中間付近の直線で先頭だと長めに速度を少し上げ続ける、さらに中山レース場で大逃げが発動していると長めに加速力をちょっと上げ続けるというものです。なのでまあ軽くいくとですね、これやっぱり有馬記念中山レース場というところでやるとですね、接続とかも確定してきそうな感じ、プラス加速がついているで、条件が大逃げもつけるっていうところなので、大逃げのね環境、加速が一応こういうに持ってるのが増えているというところです。なんでまあそのね次の有馬記念のメーターというところも少し影響してきそうではあるっていう感じにはなっているかなと思いますが、まあ改めてねまたね解説もすると思います。はい、固有見ていくとこんな感じです。結構大逃げってもう取ってくださいよっていう風になっていてね、すでに、パーマ通常衣装も大逃げはあるんですけども、それで、これ中山なので有馬でどうなるのって話をするんですが、まあこれどうなるかは結構まだわからないところかなと思います。今も大逃げいるんですけども、今の大逃げは逃げを勝たせるためのそのね馬群伸ばしなんですけども、ここ加速があるからとかね、そういうところでどういう風に変化していくかは、この後も研究してまいります。あとはですねぶち上げバイブスですね、これにですねこれも中山レース場で絶好調なら回復量が増えるというところで、大逃げ長距離のスキルが初めて出ております。で大逃げはですねその勝ち合うとスタミナが必要になる量がめっちゃ増えるみたいなのがあるんですけども、まあこれで回復量が増えるでめっちゃ回復したらどうなるっていう風になるんですけども、まあ、結構勝ち合いに関してはかなりのスタミナが必要なので難しいところでもあるかもしれませんが、そこを中山レース場でのねこのね、しかも決勝ですね絶好調の場合、この回復量によってはというところはあるかもしれません。はい、他にはですね、こちら、レプイ戦のね長距離直線の上なんですけども、これもロングバージョンになってるんで中盤力も結構あるかなというところもあったりはします。はい、ということでですね、まずは1人目メジロパーマーでした。はい、で次です。次がですねスノーロリータメジロブライト、こちらが次のクリスマスガチャのキャラクター2人目でございます。いやこれはもう可愛い可愛い衣装がロリータファッションになっていて、めちゃくちゃいいなという感じなんですけども、性能も結構ね気になるところではあります。まず固有スキルなんですけども、中盤に中段にいるときに速度をわずかに落としてっていうねこともあるんですけども、すごく回復があって、さらにスタミナが十分に高いとその後終盤に長時間わずかに前に出続けるというね効果があります。なんでこれはですね今ですね差しが強いところから、ちょっと注目ではあるかなと思います。まずは固有見ていくとこんな感じです。まあ改めてですねこの落とす部分の秒数とか効果というところで実際実装されてからの解説もあるんですけども、まあ、回復部分はですねそんなにいっぱいいらないっていうのが有馬記念だとしてもですね、その後これねまあ、スタミナ1200とかあればですね前に出るっていうのがあるって、これがまあ最速で例えばね出るとかね、そういうところだったり、まあその接続まで続くとですね加速のアシストにちょっと踏み台になるかなというところなので、少し注目かなと思います。なんでこれはですね改めてまたね解説したいと思うんですけども、結構まあまあまあ差し環境なんでね気になるところかなというところです。でさらにですね、怒涛の追い上げの進化スキルがあります。ちなみに有馬記念で結構追い上げというスキルは結構悪くないなって個人的には思っていて、もともと加速部分もあります。もちろん追い抜き条件があるのでということはあるんですけども、それプラスするとですね一応加速の足しになるとかね、そういうところでですね速度部分もあるんで、まあ、どこで出てもいいかなという考えもあるかなというところです。でこれが進化するとこれですね、まあ、追い抜くがもちろんあるっていうところはあるんですけども、前に出るになります。で効果時間が増えるという感じで、前に出るが固有と合わせて2つあるよねとかね、そういうところです。なのでですねそのね急激に速度が上がるっていうこの現在速度アップ、なんですけども、これ持っているところからも注目です。
で、あとはパカライブ TV ではね、触れられてないところなんですけども、この千里の道というところですね、これの強化バージョンもあるので、その差し環境でのっていうところを言っていて、これが差しのスキルです。まずで、その後ですね、進化後を見ると中盤にしばらくの間速度が上がる、そしてスタミナが12分に高いと効果が増える、なのでしばらくのさらに効果増えるバージョンになるのかとかね、そういうところ、もしくは速度部分が、ね、上がるかもしれないんですけども、これ中盤の押し上げ能力的にはこの進化スキルだけを見たら普通にですね、しばらくのだけで強いのにそれの効果が増える、あ、まあ、時間って書いてますね、すいません、速度部分じゃなくて時間が増えるんで、しばらくよりさらに長い速度スキルがあるなっていうところでですね、中盤力は結構強そうかなというふうにも思うという感じです。あとは冬もあってとかね、そういうところで、ブライトの方はですね、普通に今の環境から見てもですね、その持ってるものは強そうだなとかね、あったり、あと固有の評価という感じになっています。ちょっとですね、ここもねまた解説しますので、解説動画もぜひとも参考にしてみてください。ちょっと可愛いしな、可愛いし差し強いしなっていうところで気になってはあります。はい、で次ですね、サポートカードです。サポートカード、聖夜変わるためにメジロドーベルが来ております。ここら辺でちょっとね匂いが感じたかもしれませんが、今回ですね、まずメジロ家クリスマスパーティー、メジロ家クリスマスパーティーになっております。で、まずはサポカの1枚目メジロドーベルなんですけども、これも本当に表情がいい。どういう表情お前、これクリスマスカードってやつ、えもらったことないいや、どういうそういう感じで、まあ、まずね可愛いというのがあります。そしてメジロドーベル、まずは注目点なんですけども、性能の方ちょっと見ていくとこんな感じです。まずは注目点はスピードサポカーというところですね。スピードのサポカーであれば結構気になるなっていう感じなんですけども、まず簡単に言うとですね、金が破竹の勢いです。なのでマイル向けのねスピードサポカーになっているということで、ちょっと性能ね、今ねスターズオンアースが来ていてスタミナのめちゃ強いカードなんで、そこでも比較してまた言いたいと思うんですけども、結構まあ、マイル、そして後ろ客室っていうところの限定がありそうかなというところです。他には見ていくと友情30とかね、いろいろで結構強かったり、パワーボも2です、ここあるのでですね、まあ性能的には悪くはないんですけども、まあそういう限定的なスピードサポカーを引けるかどうかは難しいかもなとも少し思ったりはしております。はい、で固有ボーナスはですね、先ほども申し上げた通りです、ここ80って書いてると2で、100以上なら3という感じなので、パワーボ2もあるという感じです。パカライブ TV で見られていたイベントはこちらです。破竹がですね、レベル3でもらえる時もあるよっていうね、大成功すれば3、普通でも2もらえるっていうところ、そこは強いんですけども、まあ、破竹自体がマイルの後ろ用というね、そういうところです。まあ、とりあえず絵が可愛いな、とりあえず絵が可愛いですけども、まあ、厳密な解説もねまた見てください。はい、で次ですね、 SSR 冬とかすメジロラモーヌ来ております。いやこれ美しいな、よくよく見ると背中がなんか絵画をね、絵を描いていて、そんな感じですけども、ちょっとねまずここでパッと思ったところなんですけども、ラモーヌ来ちまったよってなってですね、ラモーヌはまず賢さのサポカがあるので、賢さラモーヌめちゃくちゃ強いので、そこがまあ心配になるっていうのが発表一瞬ねありました。そして見ていくとこんな感じです。ラモーヌまずこうパッと見てですね、パワーなんで助かったかという感じです。まあ、例えばこれがですねスピードとかでね、根性とかでねめちゃ強いとかだったとしても、賢さと併用できないという問題が生まれてくるので、そこちょっと心配だったのでですけども、まあ一応パワーだったんで賢さの方を押し出すってことはないんじゃないかなということで、一安心はしている感じです。で性能を見てもですね、まあ、一応この友情が20とかでそんなにめちゃくちゃそのね火力が出るかっていうと、まあ、トレも10もあるんですけど、友情がちょっと低いなっていうね、思いもあります。あと初期絆20とかあってですね、まあ、特徴としてはヒントがここに4って書いてることは、またやっぱりねレベル5で全てのヒントをもらえるんで、ヒント面は強いんですけども、まあ、あとはパワーがね刺す機会があるかというところです。はい、でスキルも結構持ってるものは多いです。まあ装備をしまいに右回りとかね、やっぱり中距離でも強い、マイルでも強いとかね、そういうスキル勢は持っていて、レベル3でもらえるのは強いかなというところです。はい、であとはですね固有ボーナスですね。固有ボーナスもやっぱり、賢さラモーヌっぽさがあってですね、今回のは最大3個まで加速スキル3個、これでパワーボがついていくというところです。
で3個つけるとパワーボサーというところで、まあ、ボーナス面は強いんですけども、道中で加速スキルを3つ取るか、まあ、もしくはこういう加速の馬娘だと2つ取っていくというね、賢さラモールの加速バージョンのなんか固有を持っているみたいなところです。はい、であとはですね、こちらのサポカの特徴がですね、金スキルが冬馬娘の上です。なので一応冬のね、ところではっていう風に思うかもしれないんですけども、やっぱりこのね冬馬娘は、このスピードのね緑なので、例えばこれを取るならまあこっちの20丸でもいいよねっていうのがあったりするっていうところと、まああとはパワーを指してまでっていうところは一応あるかなというところです。はい、で次行きましょう。次がですね、配布サポートカード、配布 SSR なんですけども、こちらメジロライアンが来ております。ここまで全部メジロ家のクリスマスパーティーをしているライアンもプレゼントもらって可愛いですね。で今のね紹介したものもいてこんな感じになっております。で配布はですね、もうさらっといきます。配布はまあまあまあっていう感じです。やはり、根性なんですけども、本当にさらっといくと努力家なので、努力家っていうのはそのね早く出ちゃって加速、有効加速の中盤時点での加速にはなりにくいという感じなので、まあそこは配布の性能になっているかなというところです。ということでね、ゲーム情報がねこちらになっております。クリスマスイベントは明日の12時から始まります。いやー、目白家のね大集合なんですけども、明日もねまたね解説するんで、よかったら見てみてください。他にもですね、すごい情報が後ろにあるよっていうところを言っていたんですけども、今回とりあえずねゲーム情報まとめということで、他にもあればですねまた動画を出したり、あとコメント欄にもね追記しておきますので、概要欄コメント欄もですね、気になったら見てみてください。であとはですね最後なんですけども、馬娘ゴルシちゃん、こちらですね週刊コロコロコミックにて連載スタートということで、こちらが発表されておりました。でこれはですねゴルシちゃんが幼稚園児になってねやっていくっていう感じですね。まず一応解説として言いたいのは、コロコロコミックって月刊じゃなかったのってなるかもしれないんですけども、この週刊コロコロコミックっていうのはウェブ連載です。ウェブの方が週刊、紙の方が月刊ということでですね、ウェブの週刊、ウェブなんで週刊でやってるっていうことです。であと情報としてあるのがですね、これがですねこの後10時から第1話はね出るみたいなんで、この動画出てる頃にはもうね皆さん、ちょっと読んでみましょう。ここもですね、面白そうなまたね連載が始まっているので期待ということで、その後はですね毎週火曜日更新なんですけども、最初だけね今日もうすぐ出るよという感じで、そこら辺サプライズでね入ってきたという感じです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければですね最後高評価やコメントよろしくお願いします。個人的にはやっぱりねブライトとかもめっちゃ気になっていたりするんですけども、またね解説動画も上げたりするので、ぜひとも見てみてください。あとドーベルがめっちゃいいな、ドーベルがめっちゃいいな、キャラの方もねまたね解説上げますので、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは最後までありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。のっちん TV でした。ありがとうございました。またな、バイバイ。